はいどうもこんにちはターゲットアンチャンネルスタッフの、えー、川原と申しますえっ、ー、とねちょっとねしばらく間空いちゃったんですけど、えー、今回ねこちらターゲットワン秋葉原店の方から、えー、動画をお送りしたいと思いますで今回の動画のねテーマはこちらになりますドーンはい これはね、私のお気に入りのルガ P08。これね、えっ、ー、と私の、えー、まあ私物になるんですけど、えー、今回ですね、このえっ、ー、と田中ワークスさんが出したこのルガ P08、えー、バリエーションが468インチねあるんですが、実はねちょっと全部お借りすることできましたので、えー、こちらのね命中精度の比較をメインにね、えー、お送りしたいと思います。で、えー、今回お貸しいただきましたルガーがこちらですね。手前から8インチ、6インチ、4インチと続きます。 これね全部新品ですいや素晴らしいで、えー、こちらのね銃をお貸しいただきましたスネーク斎藤様改めてありがとうございますちょっとねありがたく使わせていただきたいと思います基本スペックはこのようになってます、えー、今回のルーガーですね全てヘビーウェイト実施使ってるのでスリムな割にはそこそこ重量感も味わえるんではないかなと思います相談数は全て同じ12発になってます で田中ワークスさんから出てる「ル」がですね、えー、と実地と同じ、えー、これが4インチ6インチ8インチとあって内部のメカニズムは全部一緒ですただ、えー、とインナーバゲルの長さがそれぞれ違って、えー、とこれ4インチのショートリコールした状態で今ここまで来てるんですけど6インチも同じくここまで来てもう結構ね先端まで。 えー、しっかりインナーバリルがこれ8インチですね、えー、来てるという感じで長くなればなるほどインナーバリルも乗りますなのでオリー的にいけば8インチが一番命中精度いい はずなんですよね <laughs> なんですけどまあちょっとね実際どなたか5ルから試しましょうはいということで今ね秋葉原店の5ー現地にやってきましたここへねこのエーテ e クさんの電子ターゲットを使ってこのルガーの命中精度まあグルーピングですねこちらを出してみたいと思いますで使用する球は東京マルスの0 2 5ムでこのここにね軽くレストした状態で打ってみたいと思います5発1セットの2回ですねこれの平均をグルーピングとしたいと思いますでルガーですねこの えと結構ね実銃と、えー、結構ね似てる、えー、よく再現されたマガジンがついてるんですけどこれね普通のローダー使ってもいいんですけど一応専用の付属のローダーもあってこれでねなんか結局まあローダーからローダーになるんですけどでこれで、えー、入れることもできるとでなんかね僕個人的にはこっちの方が気分上がるんでなんか好きなんですけどねじゃあ実際に言ってみましょうルガーの何がいいってここですよね <laughs> 最高です。うん。はいということで今四インチ打っていました。でえっ、ー、と。 真ん中ここを狙って着弾は上に行くというね僕のルガンもそうなんですけど若干上に行く癖がちょっとあるみたいですね。で5発のグルーピングはどうでしょうよいしょ。おなるほど3 1 2ンチ1回目の計測は3 1 2ンチでした。じゃあ2回目いってみます。 さあ2回目行ってみました結果がおほぼ一緒3.14はいじゃあ次はね6インチモデル試しましょうで6インチモデルからは、えー、とリアサイトの位置がね調整ができますで6インチはちょっとねここ見えるかなここ1 0 0ルと2 0 0ルのね調整ができるんですけど一旦箱出し状態の1 0 0ルの位置でやってみましょうリアサイトね正直かなりちっちゃいんで狙いづらいんですけど頑張ります じゃあ六インチいってみましょう。うん、なるほど。 はいということで今6インチ打ってみたんですけどこんな感じですねでさっきより明らかに違うなと思ったのは上下の着弾ですね今ちょうどねさっきと同じように真ん中狙ったんですけどドンピシャ真ん中行ってくれますよねあの高さ的にはでグルーピングはどうでしょうちょっと右に寄ったかなおーでも良くなった2.33おーさすがですじゃあ2回目行ってみます はいということで2回目ね、えー、売ってました結構ね真ん中に当たってくるやつも出てきましたねグルーピングはよいしょお3.06はいじゃあラストがね今回の最長モデル8インチやってみましょうで8インチまで来るともうトグルからサイトが消えますこのバレルのね上部にタンジェントサイトここに、ね、横のボタンで 高さの調整ができるよっていうサイトなんです一応ここにねここに見えますかねここに 100m 間隔でえーだーっとついてるんですがちょっとねさっき軽く試写したら多分100ぐらいがねちょうどが良かったんですかね大体これでど真ん中行った感じがするんでこれでちょっとえやってみたいと思います8インチまでくるとねなんかもうかなりこれはこれで存在感がまたありますけどねさあどんなもんかやってみましょう ななるほどなんかもう結果見る前から長いが正義な気がしてきましたね。はい、はい、ということでね8インチ打っていましたねちょうどど真ん中で狙ってこれねかなりいいんじゃないですかやっぱりよいしょおいきなり2.11マジかじゃあね2回目、えー、ちょっとやっていきましょうでちょっとね後ほどお見せしようかなと思うんですけどルガーのサイトってね結構ちっちゃいんですよねで今ちょっと、えー、前期種ね打ってみてる中で。 4インチと8インチはまあ比較的まあまあ6インチはちょっとね溝がなんかあれだけすごい細くてちょっと狙いづらいって感じる方もいらっしゃるかもわかんないですね、えー、2回目やってみましょううんということで今ね2回目、えー、打ちましたグルーピングはどうでしょうよいしょ ちょっっと戻ったはいということで今ね5ルのねグルーピング、えー、出してみたんですが結果こんな感じになってます。まあ距離はね近いながら、えー、少しね差がついたのかなというところで、えー、今んところトップは、えー、こちらの、えー、8インチ、えーまあ、一番長いモデルですね。まあ ですよね感があるんですけど、えー、まあこれはねなかなか優秀だったかなというところです。でちなみにサイトなんですがこれはね4インチ4インチは固定式のサイトになってますで後ろの V 字にフロントサイトを合わせるという感じで6インチは先ほどもご説明したようにこちらですね、えー、とここのボタンで100200の調整ができると。で これが V 字がちょっとさっきよりかなり細くなっちゃうのかななんで結構ね狙いづらいっていう感じはありますで8インチはこちらのねタンジェントサイトですねここのボタンを押して高さの調整ができるとでこれは結構 狙いやすいちょっとね画面越しだと分かりづらいんですけど4インチとねかなり変わらないぐらいの、えー、狙いやすさはあるんじゃないかなと思いますはいということで今ねえー、と秋葉天の 15m エンジンやってきましたここでまたね同じく電子ターゲット5発でグルーピング出しましょうで今回ですねえー、と本体と同じくですねえっ、ー、とこちらの ストックも、えー、ちょっとね、えー、同時にお貸しれいただいてたので、まあ、せっかくなんでね、えー、ちょっとこれを使って、えー、よりね、ちょっと安定した状態で打、えー、ってみたいと思います。はい、じゃあまずね、この4インチからやってみましょう。で、まあちょっとね、そもそも15メートル結構ハンドガンね、難しい部類には入ってくると思うんですね。で、それプラス、今回ちょっとアイアンサイトですね、光学サイトが全くついてない状態なんで、正直言うとかなりしんどい。 視力的に、えー、ただまあちょっと頑張ってやってみたいと思います基本もど真ん中で、えー、狙っていきたいと思いますおおマジか当たってはいますねただどこに当たってるかは全然わかりません いいねこの最後ねトグルが目の前にドンって止まる感じがこれストックついてるとまた急げがね余計にいいところではありますよねさあちょっとグルーピング見てみましょうで今ね1回目4インチ打ってみたんですけど、えー、とこんな感じですね、まあ、ちょっとねさすがに距離離れてるんでグルーピングはかなり広がるだろうとは思ってるんですがはい1 0 7ンチ、えー、こんな感じですじゃあ2回目いってみましょう はいじゃあね2回目打ちましたえっ、ー、とやっぱね散らばりますねまあどうでしょううん1 6 3ンチ。まあ4インチだとねちょっとなかなかしんどい距離にはなるかも分かりませんはいじゃあ次はね、えー、こちらの6インチモデル、えー、やってみましょうどうですかねちょっとねストックつくとなんか逆にバレる長いやつの方がねかっこいい感じしますよねこれ8インチ多分めっちゃかっこいいんじゃないですかね でえー、とこれ後ろリアサイトですねさっき、えー、5m でやった時は100の方がちょっとなんかいい感じだったんですけどここちょっと200で、えー、やってみますね。さあちょっとどんなもんかやってみましょう。 なるほどはいまあ6インチ、えー、売ってましたうーんと着弾ちょっと失礼したねただグルーピングはよいしょおさっきより良くなりましたね9.86センチおーなるほどじゃあ6インチ2回目行ってみましょうでさっきねあのストックなしの状態だとね6インチのサイトちょっとすごい見づらかったんですけどストック付けて近くでのぞくと意外といけるかもわからないですこれ はい、えー、2回目打ってみましたうんちょっとばらけたかグルーピングどうでしょううん18.8はいじゃあ次はね、えー、こちら8インチ、えー、打ってみましょうどうですかねなんかこれがやっぱ一番なんかしっくりきてる感はありましたねストックとじゃあ5発打ちますでリアサイトね、えー、さっきと,、えー、とちょっと2目盛りぐらいね上げて、えー、やってみたいと思います おーなるほどはい、えー、8インチ1回目です結構ね真ん中に当たる率もちょっと上がってきましたねグルーピングも良さそうですがおお8点6七いいですねじゃあ2回目い、えー、ってみますうん はい、えー、2回目打ってみましたえっ、ー、とーここかなるほど今回はどうでしょうしょお1 1 7ンチ、まあでもね他のモデルと比べるとね、えー、だいぶよくはなってますねはいということで今ね1 5ルの結果が出ました、えー、こんな感じになってます 一応ね結果としては8インチが一番いいんですが、まあ、ただ4と6インチはねあまり差がつかなかったのかなというところでまあトータル的にはこちらのこの8インチがやっぱりインナーバゲルも長いんで性能はあの命中精度はね非常にいいんですがただ近距離に関しては正直どれも必要必要十分、えー、私は個人的に4インチ持ってるんですけど 5メートルはね結構ドンピシャで当たっっててくれるってイメージただまあ8インチ含めちょっとやっぱ距離が離れるとちょっとやっぱそれなりに振動差さが出てくるのかなという結果になりました。ただちょっとねこの動画の存在価値がなくなっちゃうかもわかんないですけどまあルガンの命中制度 というところも、ねまあ、あるので、まあ、ただ本当も必要最低限十分、えー、あるしあと何といってもねこのトグルアクションが楽しめるっていうのがね、えーまあ、このモデルの一番、えーまあ、いいとこかなと思うので本当もよく会中に動くし、えー、命中精度もそこそこ使えるレベルであるというところでまあ いいいいんじゃないかというとうころではありますで,あ,であと最後ですね、えー、とこれ、えー、と今回ねスネーク斉藤様にお借りいただいたこの銃、えー、なんですけど、まあ、ストックも含めですねあとそれプラス、えー、とこのねルガーのスネールマガジンこれね僕実物今初めて持ってるんですけどこれもちょっとお貸しいただいたんですねこれどうですか <laughs> めちゃくちゃかっこいいですよねこれ。でちょっとね最後締めにこれをね少し遊んでお上げにしようかなと思います。 でこちらがねその実際のスネールマガジンになります。でこれ実銃も存在したんですがここにね、えー、弾が入っていくという感じで BB 弾の場合は、えー、50発入るようになってますで、まあ、ここがね銃が刺さるところまあ普通のやつとね、えー、ほぼほぼ同じ形になってるんですがでガスがここから入ります。 結構ねね普通に吹き戻しもあるんででで分かりやすいですい、ね、これ玉の装填なんですけど、えーとね、ここのレバーを開いてぐいーっと引っ張ってでここの今ねちょうどここで止まってるんですがここでボタンを押し込むとロックがかかるそこから玉を入れていくようです。 玉を入れ終わったらさっきのストッパーを外して元に戻すこれで準備完了ですねはいじゃあ今ねスネールマガジンちょっと準備できたんでやってみましょう結構重いぞこれ <laughs> よいしょ OK 打ってみます あのマガジンがやっぱでかい分ガスもやっぱたくさん入るのでちょっとね若干元気良くななっったのかなって感じもしますねこれね片手で持つのは大変ですけどこうやってストックがあるとね非常にあの持ちやすいし何よりここ目の前でトグルが動くのがあのこうやって構えるよりもね余計に近くで感じられてこれは楽しいな。 いいですねでこんだけやっぱ早く打ってもまだねえっ、ー、としっかりついてくるんでこうれば段数増やすだけじゃなくてね普通に元気よくあのガツガツ打ちたい時はいいかもわかんないですねあ、なるほどただこのスネイルマガジン使うと多分ねホールドオープンは完全にはできなさそうですねこれルガーのホールドオープンってここのねマガジンのフォロワーで えー、レバーを上げる仕組みなんですけどこっちのスネールマガジンこれないんですよね。なんで、えー、とこの部分に、えー、当たって止まるって感じなんで完全なホールドオープンはちょっと難しそうです。はい、ということで、えー、今回ねこちらルガー P08 の、えー、命中制度ね比較動画いかがでしたでしょうか。あの、まあのま個人的にねちょっと思いやりがある人なんでね非常に楽しくやらせていただいたんですけどいやでもね今回はねほんと非常に贅沢に使わせていただきました。 多分初めてですね全棋種をちゃんとまともに打った、えー、っていうのとあとはこのねフルセットで使うのは本当私も初めてだったので、えー、スネークサイド様改めてありがとうございましたた非常に、ね、貴重な体験をさせていただきました。 で残念ながらルガーはね、ちょっとお店の方、レンタルガーは置いてないんですが、えー、もうなんかルガーのことで分かんないこととか聞きたいことあって、あの僕、お店にいたらあの声かけていただければ、なんかご対応できると思いますので、えー、よろしくお願いします。で、またちょっとね、あのタイミング見ながら動画も上げていければいいかなと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。えー、今回最後までご視聴いただき、えー、ありがとうございました。いや、いいです。超かっこいいです。